では本日の対戦カードを見ていきましょう。ご覧のような対戦カードとなりました。トップ名古屋が第一マッチは鈴木ナンバペア、日本生命レッドルフはリジャイジャンホイ、第二マッチ木村対伊藤、第三マッチ安藤対リジャイ、第四マッチはオジオ対笹尾となりました。小林さん、はい、ご覧になってどのマッチ注目ですか？そうですね、この第三マッチの安藤選手とリジャイ選手の、はい、対決がとても見どころがあると思いますので楽しみにしてます。まず安藤は昨日の勝利がね、本当にこうチームにこう勇気を与えたというか、そうですね、いい試合でしたもんね。そしてリジャイもまたあの強さ見せてますよね、はい、中国人の本当に代表というところで戦ってきた選手なので、はい、それに対する安藤選手の、どれほど対応できるかというところが楽しみですね、はい、さあ第1マッチがこれからまずは行われます。第1マッチはダブルスです。この試合の主審は小川健二さん、副審は倉見博道さんです。まあ、チームの、ね、この戦いの行方を左右するある意味、非常にキーになる試合になるのがダブルスです。そうですね、オレンジのユニフォームがトップ名古屋、赤のユニフォームが日本生命レッドエルフです。トップ名古屋は鈴木梨花、南波ゆりかという昨日と同じペアになります。そして日本生命レッドエルフ、リーチャイとジャンホイ、こちらも直近の試合で、ペアを組んだ2人の対戦です。まずこちらが鈴木梨花、南波ゆりかペアです。まあ、昨日九州アスティーダの塩見枝博ペアに敗れました。どんなところが注目になりそうですか？はい、鈴木さんの鋭いフォアハンドと南波さんのバランスの取れた両ハンドというところが、魅力的な選手なので、うん、そちらがしっかり発揮できるような、はい、台上からの仕掛けというところに期待しています、うん。まあ、鈴木は、今シーズン、このペアは石川佳純、平野美宇ペアも、ね、破っていますので、はいはい、そのあたりのまあ、強さありますよね。そうですよね、お互いの良さを発揮できればというところだと思います。一方の日本生命レッドエルフ、リージャイ・ジャンホイですが、こちらいかがでしょう？はい、もう本当に2人ともフィジカルが強くて、うん、すごく質の高いボールが繰り出されてきますので、なるべくそれをトップ中野さんの方としては、半減させられるようなコース取りをやれたらいいかなと思います。逆にリジャイ選手、ジャンホイ選手はもう自分たちの力を発揮できれば、はい、やっぱり結果はそのままついてくるというぐらいの実力はあると思います。なしろ9月23日の京都との試合は11対3で勝ってますからね、はい、さあその両者の一戦です。画面の奥がトップ名古屋鈴木ナンバペア、画面の手前日本生命リジャイジャンホイペアです。まずはリ・ジャイのサーブで始まります。受けるのが鈴木梨花です。まず最初のポイント、トップ名古屋です。今のいかがですか？そうですね、今のように少し動かしてから攻撃させれることができれば、うん、威力が半減できるので先手取っていけると思います。サーブが変わります。ナンバのサーブ、あー、ここは鋭いレシーブでした。サーブナンバジャンホイが次、あー、ここは返せませんでした。今のは今少しフォア側を警戒してミドルを使われたというところでしたね、うん、鈴木さんすごい上手でしたね。続いてサーブジャンホイです。振り切りか受けてナンバー返す、しかしこれも返していく、ワンフォーです。ネットにか少し当たりました。ストップ、打ち上げる、オーバーミスになりました。両者の得点の合計が6の倍数になった時にタオルを取ることができます。最後これループドライブです。そうですね、回転量がとても多いですね、うん、ドライブ回転、上回転と思いますが、それがかかっていますと合わせられないとボールが超えてしまうんですね。そうですね。鈴木のサーブです。
ストレートに打っていきましたがオーバーです。南波さんの今の回り込んでフォアハンドはとてもいいと思います、うん、トップからネットにイン、これでフォールです。一つ冒頭に小林さんがこのリージャージャイホイのペアを動かせていくといいという話ありましたが、はい、そうですね、うん、一つリーとジャンは右のペアというのもありますよね。はい、なので動いているうちに場所がかぶってくるので、うん、そのようなコース取りが取れるとチャンス出てきますね。ここまでの展開としてはいかがですか。今もそういうように動かせていると思うので、うん、ここですね。そうですね、ここやはりフォアに集めてきましたね、そうですね、その前の展開がバックに集めているので、はい、うまくそれを回している形ができていると思います。ただここは最後ネットにかかってオーバーミスになりました。今度はバック側に、そうですね、ただしかしジャンホイ少し今のコース甘くなったんですかね。そうですね、それをこのフォアです。これで5連続ポイントで一気に逆転しています。バックハンドエンジンがかかってきました。ファイトス、これも返せません。もう7連続ですね。そうですね、今南波さんも最初巻き込みサーブで回転を利用されて厳しいレシーブされてしまったので、はい、縦回転サーブに切り替えて台上からというところだったんですけど、それも回転がちょっと強くてっていうところだと思いますね。今のいかがでしょう。今の同じバック側に2人を重ねてというところですね。あそこですね、うん、あそうですね、はい、なのでうまくちょっとできないという。11点先取です。サービスエースになりました。何か縦回転の下回転は有効だと思いますね。今の下回転だったんですね、はい、このフォアがきます。さあ先にゲームポイントを握りましたリージャイジャンホイです。台上のストップの質が高いですね、ゲームポイントを握っています。サービスエースになりました。第1ゲームはリージャイジャンホイペアが取りました。今のサービスエースいかがですか。そうですね、これも低くてギリギリハーフロングってこう出るか出ないかのところのコントロールされた素晴らしいサーブでしたね、ハーフロングということで2バウンド目が台の上に2バウンド目があるかないかが、そうですね、はい、ギリギリのところですね。結果的には4対1から一気に7連続ポイントでリージャイジャンホイが取りまして、そこから一気に持っていきましたね。そうですね、鈴木さんと南波さんもとてもこうコース取りは考えられてて、攻め込めてはいるんですけども、はい、もうあと一歩決めきれずというところが難しかったかなと思います、うん、動かせてはいるし右に対して重なったところもありましたけども、はいはい、そうなんですよね、うん、あと一息あと1球2球というところの攻め続けられるかというところが、ここからまた頑張ってほしいところですね。逆にリージャイジャンホイの素晴らしい点はどんなところですか。もうそのような苦しい展開になっても、うん、球が全部入ってくるっていう、はいはい、そこがすごいなと思います。やっぱり、うん、そこはやはり個々の能力という部分ですか、はい、そうですね、はい、やっぱり中国の選手の基礎技術の高さっていうのは素晴らしいものがありますので、はい、さあ第2ゲームです。このゲームを日本生命が取りますとこのマッチは勝利です。ダブルスは3ゲームマッチ、先に2ゲーム取った方が勝利です。画面の手前がトップ名古屋、ネットイン、投げ上げ
回り込んで、うんうん、今のはミスになったんですか、はい、ストップも警戒してたと思うんですけども、はい、それを深く質の高いツッツキが来たので、うん、振り遅れたという形でしたね。うん、思わず小林さんからうまいという声が出ました。あ、ちょっと動かして、うん、ハーフロングにしてというところは効果高いですね。一つ今日レシーブというのをポイントに挙げてましたよね、はい、トップ名古屋の、ね、あ、これも今のは巻き込みサーブ、これも回転を利用して相手のバックにというところですね。やっぱ前半に1ゲーム目の前半にフォアに回されているのがあるので、レッドです。サーブがネットに当たって相手側に落ちますとレッド、やり直しです。3球目攻撃決まりました。これもレッドです。鈴木さんのサーブが少し内側に、コートの内側に入っているので、はい、ヤンホイ選手もちょっとレシーブしにくそうにしてますね。あの辺りですね、はい、あ、台上でのスマッシュを狙っていきましたが決まりませんでした。まだ決めたかったですね。そうですね、これまたただそれほど高くこう上がってきてなかったように、はい、山本選手もバックに来るのを予測したと思うんですけど、うん、またそのストップの質が高かったですね。あ、そうですか。3オールです。今のはフリックを狙ったんですか。そうですね、ただネットに当たりました、うん、ボールです。左になった。いいですよね。あって鈴木さんと南波さんがこうどんどん攻め続けて台からこうやって下がってくるときっていうのは得点チャンスになりますよね。今日初めて空いたラリーになりましたね、ネットインでした。で鈴木さんはさっきのレシーブバックに持ってってるんで、ええ、ミドル前かフォア前に短く出せるといいかと思います。そうですね、今のレシーブ良かったですか。はい、良かったですね。ちっちゃく止めて先に攻めれるという形が、うん、とすると逆にサーブ側としてはどうでしょう。そうですね、ちっちゃくできないサーブを出すか、まあでも台上強いのでね、お互いにやって先に先手が取れた方が得点率が高いと思うので、鈴木さんはもう一回ストップ行ってもよかったかなと思います、ね。次でしたね、オーバーミスになってこれで 7-5 です。ここは縦回転サーブ出してストップして台上からという形がいいかと思いますね。少し長めのサーブで行きましたが返せませんでした、入りましたね、入りました、はい、3連続ポイントで追いつきました、うん、ここはやっぱりこう今1本目はナックル上回転系のちっちゃいサーブだったんですけど、はい、クリックされ、まあ、長いサーブ行って打たれっていうのは苦しい展開になってしまうと思いますね。ここで流れが変わるかどうか。フリック、この南波さんすごかったですね。これ1本目ミスしてるんでよく行きましたね、素晴らしいです。うん、次のバックハンドでした。南波さんは小さいサーブからっていうところだと思いますね。
が日本生命です。ジャンホイの最後のバックハンドですね。そうですね。短いサーブ。これもジャンホイ。どんな手がいい？この縦回転を出すとちっちゃく返ってくるんで、はい、それさこれを予測して台上からちょっと厳しくいきたかったですね、本当は。で巻き込み系を出すと、もうチキータとかフリップで横回転系を出すと全部先手取られてしまうので、はい、今みたいな縦回転ちっちゃいのから台上から何か先手をというところが一番効果高いと思いますね。ただそれよりもそれを日本生命のペアが上回っている。そうですね、はい、ナインオールです。バックサイドに寄せれたのがすごい良かったですね、今、腰取りが。これですね、まず鈴木さん、よく攻めましたね。これがやはり右右ペアに対しての、まあ、正攻法というところですね。そうですね。ゲームポイント握りましたトップ名古屋です。10ホール。リジャイ・ジャンホイペアにとってはマッチポイント。先に攻めさせると苦しくなりますね。これで決するのか、第3ゲームに向かうのか。鈴木のサーブ。最後はオーバー。このゲームはトップ名古屋鈴木ナンバペアが取りました。これでゲームカウント1対1です。今のはいかがだったですか。ですね、これちょっとフリックされて苦しい展開になるところだったんですけど、よく一歩一歩返しましたね。この相手のフリック、はい、ナイスミドルですよね。コースがよも良かったですか。そうですね、そうですね。さあこれで第2ゲームは11点、ゲームカウント1対1です。最終第3ゲームに向かいます。最終ゲームは6オールからスタートします。デュースはあります。本当にあの6オールからなんで、前半の入りが大事になってくる、スタートダッシュかけれるように。お互いのペアも先手を取っている方が得点にしている確率が高いので、はい、それをどのように取っていくかっていうところだと思いますね。あとはどこから取っていくかっていうのもあると思うんですけど、どこから横回転とかを出して、はい、わざと払わしてそれをカウンター形したら、それも一つの先手になるので、ちっちゃいところから行くのかっていうところがすごく見どころですね。6オールから最終ゲーム始まります。野島 T リーグです。追いつかれましたリージャイ・ジャンホイペア。まず自分たちのサーブですよね。そうですね、しっかり取りたいですね。あ、これは6オールからです。強烈、しかし最後はしましたね。よく返しましたね。リジャイの強烈なフォアでしたが、ナンバがよく返しました。先にポイントはトップ名古屋。ネットイン。セブンオール。バックハンドでした。そうですね、ナイスレシーブ。タイムアウト、あ、タイムアウトを取りました名古屋です。今のようにレシーブからも相手に先手を取られてしまうような形だとトップの方だと苦しくなるので、日本生命さんからするとそこをどんだけペアが最初に先手を取っていけるかというところだと思いますけど、両チーム1つのマッチにつき1回ずつタイムアウトを取ることができます。トップ名古屋のタイムアウトです。まあ、
先手を取るということを一つポイントに小林さん挙げてますね。はい、そうですね。先に攻め出せた時に本当に得点している確率は高いので、その形をどれだけ作れるかということだと思うんですけど、そのためにはただ何が必要なんですか？基本的には相手が待ってないところに、ボールを送ることだと思いますね。それで少し甘かったところを攻めれると思うので、ただ攻めるのが台上からなのか台から出たところなのかというところはちょっと難しいところがあるんですけど、だからサーブ持ってる方としては相手に、先に攻めさせないストップをさせておいて、はい、それを先に攻めれる形が取れるといいと思いますね。さあそこの指示確認も行われたと思われます。トップ名古屋のサーブです。逆にここで日本生命取るとかなり有利になります。そうですね。トップできた。強烈なストレートでした。ストレートに打ってきました。ここは本当は難波さんがあれ攻めるということですけど、非常に厳しかったですね、リジャイ選手の9-7です。いいですね、こうやって攻めていきたいですよね。今レシーブ良かったですよね。相手に攻めさせないレシーブができて、次に自分たちが攻めれたという形ですね。今の1点大きいですね。そうですね。さあ追いつきました。トップ名古屋です。追いつかれた日本生命。基本的にはサーブと思っている方が得点率が高いので、ここの2点は大きかったですね。日本生命はタイムアウトはまだ取りません。先にマッチポイントを握ったのはトップ名古屋です。でもそうですね、フリックから先手を取れたというところが得点につながってますね。日本生命タイムアウトです。これでジャンホイ選手がここを次思い切ってですね、はい、バックハンドフリック、フォアハンドフリック、先に先手を取れるかどうかというところと、まあストップ突っつけていくのであれば、もう少し相手を動かしていけるようなコースが取れるといいかと思いますので、はい、鈴木選手のフォア側に回すと難波選手をかぶってくるので、そこに思い切っていけるかどうかだと思います。一方それに対してトップ名古屋のサーブですね。そうですね、やっぱり今縦回転サーブ、強い下回転を出したりしてですね、ちっちゃい展開から始まっていると今すごくうまくいっているので、はい、そこのサーブをきちっと出せれば、少し浮いてしまったり巻き込み系で横回転がちょっと入ってしまうと、ポンと先に先手を取られてしまう可能性があるので、きっちりちっちゃく出せればいいかなというふうに思います。今日のこの後の展開を占う第一マッチです。大きいですね。勝負鈴木のサーブ、レシーブはジャンホイ、そして難波のサーブ、最後返せませんでした。このマッチ勝ったのはトップ名古屋鈴木難波ペアでした。第1マッチトップ名古屋が取りました。今の攻防いかがですか？そうですね、このまストップがハーフロング、これいいところに長さ調整できましたね。この後ですね、はい、これですね、ここですね、ここですね。この鈴木のもうおそらく鈴木さんも難波さんもリチャイ選手がもう攻めてくることはもう分かってたと思うので、はい、それを踏まえてあのハーフロングだったと思いますけど、素晴らしいコントロールでしたね、はい、そしてまあその上に行けたのはサービスも良かったんですよね。そうです、そうです、そうです。さあということで第1マッチトップ名古屋が取りました。取りましたね。
まあ、あの日本生命レッドエルフは先日の京都戦は一つのゲームを落とさずにストレートで勝ったんですが、はい、まあ、リ・ジャイ・ジャンホンも圧倒的な強さを見せたそのペアに鈴木ナンバーペアが勝利したということになります、はい、これですから日本生命今シーズン初めて一つマッチを落としたんですね。あ、すごい、すごいですね。すごい。